ベルリンにあるボロフスキーの作品、マリキュールマン、ジョナサン・ボロフスキーは、コンセプチュアルアートから始まった美術家。その後、ミニマルアートとランドアートとポップアートを接置させた、様式へ到達、マサチューセッツ州ボストン生まれ。カーネギー・メロン大学で学んだ後、フランスのエコールでフォンテンブローで研鑽を積んだ。ボロフスキーは1960年代の文化の、 影響を強烈に受け、最も有名なのは、1から無限へのカウンティングであろう。もちろん文書のみで、作品は完結しており、数を1から順に毎日書くだけで作品にしてしまった。しかし、彼の活動は1972年から、コンセプチュアルアート的な側面からは、離れて大きな空間を自由に使った表現に変更された。 歩く人ウォーキングマンは17メートルも使った巨大な彫刻を人が歩いた一コマに凝縮したものであり、空へ向かって歩くウォーキングツーザスカイでは棒状の巨大なオブジェを人が登ってゆく一コマに凝縮したものである。その彫刻は色彩や立体のいずれもコンピュータゲームの一コマを切り取ったかのような設計で、そのいずれも巨大な面積や体積がないと、 不可能な形態をとっていることから、彼はコンセプチュアルアート時代から極大や無限といった神秘に取り憑かれていたままで、本質的には変わっていなかった芸術家であったと言っても過言ではない。それでも彼はコンセプチュアルアートに寄与した人物の一人であることは、間違いなくどの教科書にもボロフスキーの例は理解が早いのか、顕著に引用される。アメリカ合衆国を離れても、 国際的に評価されている。ありがとうございます。